ダートスポーツ全日本モトクロス予想大会でございます。神戸発車神戸発車いいね神戸は神戸いやー本当ね、海近いと上がる、海が近いと上がるね、やっぱりいつも山の中だからさ。確かに、それありますね、やっぱね、海は上がる。あとね、その説は本当に飛行機が飛んでくるのがいいね。あー、ジェットスター、あー、もう最高だね。ジェットスター良かったっすか。あとさ、はい、これあんま言っちゃうと怖いですけど、泊まったところの近くはいいね、神戸の近くは。ああ、よかったっすよ。いね、ドン・キホーテ。いや、ドン・キホーテはもう乗車拒否事件があるから嫌なんで。ご飯も元町で食べましたいや、美味しかったですね。なんとか塾、いや、岩崎塾の岩崎塾、ホルホルモンです、ホルホル。いや、美味しかった。あれ、安かったよね。はい、でも、本当にうまいもん食ってね、なんか、楽しませていただき、本当、ダートスポーツさん、ありがとうございます。いやいや、もう本当にもうね、最高。レースもね、プレスゼッケン来て一番いいところでバーッと見てて、うん、よかったね。はい、そう、いやー、ちょっと特設感が強かったと思うんですけど、コースも、はい、どうですかね。それはでもどういうこと、やっぱコース幅とか、長さ、一周の1分10秒とかそれぐらい。そうですね、うん、それもちょっとさすがにね、うん、全日本なんで、うんうんうん、もうちょっと手を加えた方が良かったんじゃないかなと、うんうん、まあ、短い時間だからね。こう福本さんとか見てフラットのところにあれだけこう楽しみを、ね、うん、まあ、作るのとはまたね、全日本は1日にしてならずということで、まあそれはそれで楽しかったから良かったんじゃないで、まあいろいろね、いい あるけど、いや楽しいこと、いい、楽しく行こうよ。本当にいいんですか。何が私のこと3年計画とかって言われてるんで、はいはいはい、やっぱいい部分もあったし、そういう改善するな。そう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 。でも3連ジャンプなんかやっぱ、うん、危なくなさすぎずダイナミックみたいな、うん、まあ、川崎ジャンプとかね。そう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 結構ライダーたちも飛び出しは結構飛びやすかったからって言ってたんで、そうですね、まあ、その辺はそんなこう、ね、振られるようなジャンプじゃなかったし、あとはね、やっぱなんすか、レッドバロンフープスがね、うん、あそこはね、各ライダーのスタイルが出ててね、あれ見応えありましたね。うん、いやだからあそこでね、やっぱ光ってたライダーはね、俺がいつも言ってるね、BMX のテクニックに近づくというかね、はい、それをベースにしてるかどうかわかんないけど、マニュアルとプッシュがね、マニュアルとプッシュ、ゴルチェポーリン、まあとにかくそこら辺がね、がっつり出てて、そこら辺のライダーがやっぱりレースを中心に引っ掛けましてくれたし、よかったね。俺はそれが見れたのがね、すごいよかったね、うん。あとやっぱね、みんなコーナーを練習しよう。コーナーの練習だ。うん、それが一番感じた。コーナーだよ。そうっすか、うん。どんなところでした？いやだから、はい、インパクト取ってちゃダメ。ああ。だからコーナー練習しよう。結構やっぱでも前日の雨で、うん、マディに泥が溜まった。マディ。マディになって、はいはい、バンクの上、まあ、私とかね、そう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 。でもね、うん、こうバイクはコーナリングは命。そうですね、ジャンプもね、もう攻めたいのは分かるけど、そうなんですよ、うん、モトクロスって、うんうん、ストレートで全開だったら多分大島さんと俺も変わんないんですよ、スピードが。俺入れてくんないよね、まあいいな、うん、はい、そうっす。でコーナーでね、全開って言ったらやっぱそれなりのテクニック必要になってくるんで、はいはい、そこだけなんですよ、うん、いやでもね、コーナーリングはね、上手いライダーやっぱ上位に来てたから、うん、クラス関係なくね、そうですね、コーナーリングをこれからこの出てたよ、可愛げるテクニックでね、コーナーコーナージャンプで抜かれたことは俺はないからっていうか、抜かれることないから、はい、コーナーしてコーナー、俺それマジ感じた。とああいうコースだからこそやっぱコーナーがね、上手い人の方がそういう、そうなんですよ、ジャンプに入るアプローチの部分もいいところに入ってるし、そうで無理して並べ必要もないから、いいバトルには俺なってたと思う。あと飲食ブースが多かったね飲食ブースさ、たどり着けなかったんだよ混んでて、大盛況で、うん、大盛況でさ、いやちょっとあそこの石がね、ちょっとゴロゴロだったんで、だよね、そうそう、あそこはまあ来年あったりね、まあそこら辺は多分ね、みんな見てるわけだから、はい、よくなって
第2回目のそうです、ね、エアポート大会ってことになって、ね、まさにね、あの新しい流れとしたスーパーモトクロス、うん、スーパークロスでもないし、普通のエアートドアでもなくて、まあその新しいジャンルのスーパーモトクロスっていうのは、あ、こういうことなのねっていうふうに感じました。キャンギャルも多くて、え、あ、キャンギャルね、はいはい、うん、なんかね、朝にスーパー、まあ、あとはやってた、歌やってたね、あ、歌もそうだね、そうですね、もうこれはね、男自分あふれる男の人にとっても対抗して演歌だね、そうです、演歌も全日本とかね、ラップやりますか、いや、ラップもいいね、ラブいね、じゃあ、人間がフューチャリングサンタナ、サンタナみたいな、いいね、まあそんな感じでもだからいろいろこうさ、なんかここから広がっていく感じがして、確かにすごいね、いいなって気がした。お願いします、もうあとはお願いしますいや、あのね、今回これのでいつもと違って私は中継ブースじゃなくて、はい、いろんな人とお話ができたり、うん、いろんな人と大友達になれたんで ね、 いいですね、本当にね、 KPF もうカスタって感じだね、本当にもういろんな人が見てるよって言ってもらえて嬉しかったし、まあ本当にそれも含めてね、なんか楽しい大会だったなって。いや、そうですね、はい、さあ、僕は見たくない星の話しますか。いきますか、はい、予想結果、ドドンと、はい、いやー、大島さん、さすが、やっぱ取ってきますね。取るときは来るね、また新しい爆発だね、うん、でも前回ピンピンだった成田選手が本田さんが予想したことによって、だ、それをやめろそれをやめろと言ってた、はい、だから、今回皆さんも知ってると通り、ね、あの最新車両のテスト車両だからさ、はい、しかもね、ああいう難しい、誰も初めてのコースの中で、だからほら、田中君が一時期ヒート1でトップ走った時はもう、ドレーンのまさに神戸が揺れました。あれがベテランの引き出しの噂なんだよっていうのも出て、ね、だから、成田さんだって行きたかったんだけど、やっぱり、あそこでね、あのマシンで走らなければいけないっていうのは、やっぱり、キングとしてのポジションだから、うん、まさかね、あそこで新型が出ると俺も思わなかったんで、しま、ね、まあでも、あの彼が1個ね、得したなと思ったと、あのね、と感じたのは1箇所分かって、はい、ちょっと1回コメントじゃないですか、はい、瞬間に起きてエンジンかかってましたね、うん、あれはすごかった、え、これなのってぐらいの勢いですぐバイクにエンジンかかってきたから、はい、あ、そういうことにとっては一つ成田さん得したと思いますけど、うん、でもやっぱりいろいろこれからね、先行開発とそういうものがあるわけじゃないですか。でもここまでやっぱり7位6位に入れたってやっぱキングだからこそだと俺は思ってますよ、絶対に、絶対に、だから俺は成田さんの予想してよかったと思ってます、開き直りじゃないですあと IA2 もね、スタートから岡野君出たりとか、野塚君来たりとか、はい、うん、竹中君が頑張ってくれたんだけど、ありましたけどね、でもやっぱりどっち来ちゃった、トッチ選手が早かったです。でもトッチさんお腹痛くなればいいのにって本当に早く調子悪かったんだって。え、そうなんですか。なんかあのどっかのインタビューかなんかで前日まで調子が悪かったなんて言ってたから。だからでも調子が悪くてでもやっぱ当日合わせてくるのはやっぱ早かったですね。彼はすごい。もう誰も止められなくなっちゃったけど、でもねやっぱり野塚君のあのでレッドバランフープスの、はい、あのやっぱこなし方はね、おじさん見てたよ、かっこよかった、うん、かなり。あと竹中くんのね、あの背中がこうタイッと立ってる、彼自身のライディングがまた戻ってきたから、うん、まだまだだと思うし、岡野くんだってね、このままじゃ終わんないと思うから、まだあいついけると思うんですよ。まだいけますか。そんな感じで。まあ、あとは起きてますか。起きてますけど、恩田さん今日すごい暑いな。いや、だってさ、せっかく連れてってくれたからさ、すげえ真剣に見てたわけよ。やっぱりこう、取材としてやっぱりこのね、はい、鳥の部分できっちりと生かしたいってのもあったから、結構真面目に見てたからさ、まあ、いつも真面目に見てないってわけじゃないんだけど、なんかこうね、こう伝えられればいいかなと思って、はい、すいません、出過ぎたなと思って。あとはなんか、この前でありました感じのこと。あとは、まあ、ヒート、あれですかね。うん、ヒート1に、復活の深谷選手が6番に入りましたね、池谷に。あと池谷君もすごかったじゃん、雄太、池谷11号車、いやー、よかったですけどね、ねえ、やっぱりこういうコースは得意だっていうのを見せてくれたよね、うん、よかったよ、そうですね、いや、だからこの辺もすごかったし、まだまだ、はい、
第6戦に向けていい5戦を見せていただいたって感じ、はい、ね、そうですね、まあ、じゃあとりあえず1本目からいきましょうかね、フェリスタ、第6戦のね、はい、現在のところポイントランキングリーダーは大型選手ということで、ゴールドゼッケンでまた藤さんに乗り込むわけですよね。そうですね。で、小島選手がそれに続いてということで、217ポイント、大型選手について小島選手が197ポイント、そして厚田選手が187ポイントと、はい、まあ、こういう形で第6戦を迎えます。これ5位までは大接戦ですからね、ね、まだまだ、まだまだ来ますからね。うん、はい。そして、復活の成田明選手が4番手、はい、5番手の3、3、1、新井選手がというふうなことまでで、そうですね、はい、はい、じゃあそうなったら A1 クラスの予想誰からいきましょうかね。ザクザクサンドから言ってもらっていいですか。え、誰ですか。分かんないですけど、いや、本田さん、いや、やっぱその、見た、あ、確かに見たわけですから。あ、なるほどね、そうですね、わかりました。A1 クラス今回の、私が、表彰じゃねえ、はい、あの予想します、星を取る方は、ちょっと考え違うみたいな、結構さ、わかんねえんだよな、どうしよう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 、ゼッケンに尾形真選手です。尾形選手、勝つしかないでしょ。いや、硬いですよね、尾形選手も。いやね、本当は成田さんかなって思ったんですけど、うん、まあ、次はいくらなんでもまた同じ車両で出るわけじゃないし、はい、藤沢も強いんですけど、まあ、ちょっとここで星いただいたことって、本当にあの俺、最終戦終わった後ライザックとか生かされるような気がして怖いな、ね、あのなんか結果にコミットみたいなのずっとされちゃうから、ね、やばいんで、あの一応、ゼッケンに今、チーム HIC の尾形誠選手。お願いします。その間も良かったですね。なんかちょっと遅れてもちゃんと上がってくるんですね、今年は。タフだよね、タフな部分が出てきたよね。で、なんかあんまりその勝負を後ろに持ってこないっていうか、早めに順位を上げちゃうっていう、今まで多分あんまできてなかった部分が、うん、今年はうまいなという。で、どうなんですか、サンド。いや、なんか、まあだってなんか練習してる相模がサンドなんでしょ。ですし、まあ、実質が違うにしろ早いですね。今年あんまりちょっと関係ないくらい、どのコースでもまんべんなく表彰台に入ってるんで、はい、うん、で、まあ、降り触っていつも気温も上がるし、タフになるじゃないですか、はいはいはい、だからまあ、体力的には万全なんじゃないですか。なんか下手すると梅雨明けとかなりそうだよね。ああ、じゃないですか、まあ、ね、ちょっと今週、ね、この後ろの感じで関東もまだ雨模様ですけど、はい、なるほどね。はい。じゃあ頑張りましたんで、次誰が行きますか。頑張りました。頑張ってもう表彰、あ、表彰の予想したんで、お願いします。次の人どうぞ。難しいっすね。アテシ。アテシさんどうぞ。復活したアテシさん。ロディーヨさんお願いします。うわー、迷うな。ゼッケン、はい、1番、成田明選手。あー、これ、アテシ来ちゃうね。いやー、いや、わかんない。DOH。DOH なので、まだわかんないですけど、まあ、ディーゼルじゃないよね、マシンが新しくなり、はい、大注目で DHC じゃない、違う、プロテインダイエットいや、拾わなくていいよ。そうなんですよ。で、ちょっと今回そのお披露目の場でこう悔しい結果だったと思うんで、必ず修正してくると思うんですよね。あ、そっか、ポイントランキングがここで一気にしない限り、はい、やばいから。あ、そうなんですよね。ちょっとマシンのバタつきをバタついてるような印象だったんですけど、うん、まあ、サスペンションなのか、まあ、新しいマシンに慣れてないのか、ちょっとそのセッティングを煮詰めきれてないのか、ちょっと原因は定かではないですけど、まあ、藤沢に向けて必ず調整してくるはずですし、まあ、また同じね、ニューマシンに乗るっていうことは限らないわけだし、いや、あ、まあ、基本的にはもう あそこまで出した以上ベースはあれになるとは思うんですけど、なるほど、はい、で、まあ、もともと得意なコースというか、藤沢は速いんで、はい、ここで踏ん張って、スゴーにつなげていけば、まだタイトル争いも可能性があるんで、全然ありますよ、全然あります。かなり勝負としては鬼門になるんじゃないかなと思います。いいね。はい、じゃあそんな感じで、リュウミちゃん、はい、ゼッケン4番、厚田義孝選手。おこれはまあ、そうですね、まあ、世界の厚田ですね。今、小島選手が
こう上がってる時に、はいはい、もう一回熱田先生が来たら面白いし、うんうん、まあ地元そうです、ね、もともと早いよね藤沢は、うん、だからまあタイトルもねこれ狙えるポジションにいるんで、うんうん、そろそろ確かにガツッと勝っていた方がいいかなって思いますね。まあね、表彰式でのインタビューはやっぱり後先生のインタビュー非常に楽しいですからね。面白いですね。うん、彼のやっぱりその応援をしに来てくれたその現場のお客さんに対するアプローチというかそのアピールをね、本当いつも聞いててね嬉しくなるんで、ぜひやっぱり久しぶりに、ね、後先生のコメントね、聞きたいなって、いやーって思って、いつもさ、ね、ヘルメット脱いだ感じ、もういやさーって、ね、あれがさ、次ぶっ飛ばしちゃうからみたいな、あれがね、すごく好きだから。あれ好きなんですけど、うん、そろそろそのコメントもね、うん、勝った時のコメントを聞きたいだよね、こっちとして、はい、優勝もね、はい、はい、ああ、いい感じだね。そうそうそう、はい、で、前回、はい、僕2人をしたくて、うん、新井選手と尾形選手で、うん、二択の方で当たったんで、うんうん、今回二択の方にしました。わかりました。さあ、まあそういうことで IA1 5000、あ、だよ6000の、あとは誰が絡みそうかな。俺、優位が来そうだと思うね、ゼッケンの調子の優位。スキースクローかもしれないですね。うん、調子のレバーさ、こういう子ってグッてくるじゃん、うん、で、たまたまね、午後のコースウォークしてる時に俺、はい、お昼ご飯ちょこっと食って早めに行ったら会えたので、はい、ちょっと話してなんかね、もうそろそろ本当に表彰台に乗んないとやばいんで、みたいなんで、しっかり取ってきたから。そしたら乗ったんですね。乗ったの。そうそう。すげえ。で、まあ、佐藤健さんもなんかこう、優位にはこういう風な乗り方を教えたみたいなこと言ってたし、なんかいい感じに回ってきてるから、そろそろまた星野優位が上がってくるとね、ヤング勢として小島尾形が引っ張ろうとしている中で、ここにまた優位君が入ってくると、三原君とかね、うん、そこら辺までが、上がってこれるんで、いろんな意味でちょっと今回星野優位君の動きっていうのをね注目していきたい感じがしますね。宮原君も得意ですからね、このコースは非常に、はいはい、いやこの前もかなりスタイル出てましたよ、宮原君。神戸大会ももう湧いてた。あれはいいと思う、うん、すごいいいと思う。ちょっとスタートが出なかったのがやっぱ敗因かな、はいはい、タイム的には川崎は2人とも上位で出てたんですけど、ちょっとそこがレース展開がもったいなかったですね。でも藤さんのスタート大事でしょ。神戸ほどではないですけど、でもそういうふうに考えるとやっぱり第一本命は小島洋平選手が最も得意とするコースなので、藤沢これ全員外すかもしれないですね。あ、なるほど。難しいですね。 IA1 のルーキーイヤーで勝ってますからね。なるほどね。このコースで、まあ、あとさ、やっぱり KTM 祭りがすごかったじゃん、この前の第5戦の時。 KTM、 あ、そうですね。そうだよ、KTM 祭りって言ったら、今言ったらもう一人の星野くんでしょ。もう一人の星野くん、一時期もうがっつり押されてたじゃん。うん、だから、もしかしたらね、ここでもっと、毎回毎回そのレースの中心だからさ、踏ん張りがもうちょっと効くと、序盤はいいんですけどね、豊かくんね。だから、あと10分全開ですね。なるほどね。はい、20分全開で、あと10分流してって感じですかね。マッピングピッて書いて。まあ、あとは、どうなのかね、まだ情報があんまり入ってきてないけど、実験。はい、平田君か。まあ、2週間しか神戸から空いてないですからね、多分まだきついと思うんですけど、うん、そうなるともう8月後半の都合からかな、うん。これにもコメントが書いてましたもんね、裏バトルの。裏バトル。一般の人がもう待てない、早く出てきてくれと。そうそうそう、ファンの人からすると。そうですね。まあ500番の安原君ね、一人で面白い乗っけるのもかわいそうだし、今一枚看板で頑張ってますけど、やっぱちょっとスピード勝負になると結構きついですから ね、 ね、まあ、あとやっぱ引き出しの多さを見せてくれた16番復活の田中隆瀬君は本当に神戸が揺れたっていうあの瞬間を、ね、俺はもう今見てもうってゾクッとするぐらいが、うわーって感じだったからね。本当だから、うん、あれはだから、これがまたね、田中君が、もしかしたら藤沢を揺らすかもしれないよね。うんうん、あの引き出し直さでね、はい。そういうことも、やっぱりね、高瀬君が表彰台上がってる、なんか前で言うと、ちょっと応援の声がおっさん臭くなるからね。すごい、でも応援ファンが多いですよね。
キング6位ですからね、プライベーターにしてすごいですよ ね、マシンも結構いろいろやってるみたいですからね、新しいことも含めて、うん、いいですね。あと池谷優太君もちょっとあのね、新井ちゃんと絡んで転んで結構怪我が心配だったけど、その後元気にレース出てたし、はい、今タイ行ってますもんね。ね、タイに行ってから日本に帰ってきたら藤沢なんて涼しいんじゃないですか。だよね。で、向こうはスーパークロスなんでしょ、タイは。コース的にはそうです、ね。でしょ、だから、ね。ものすごい湿気も高いし、気温も高いけど。おー、うん。結構いい感じかもしれないね、ね、うん。そんなところかな。そんなところで大丈夫ですか。うん。まあ、はい、ね、あとはとにかく、IA1、まだまだ、っていうか、ちょうどここが、ポイントランキング争いの本当にターニングポイントになる第6戦ということを考えると、まあ、俺らはどこを言うよりもライダーたちが一番気にしていることだと思うんで、激しいバトル期待されますね。はい、アンカーセルでした。はい。